はい、はい、今回もですね、はい、妖怪特撮映画祭が、うん、中で、上映される大映特撮、はい、今回は怪獣っていうことは歌われていませんが、はい、でももう怪獣ですね。大映特撮と名乗る以上、当然ガメラシリーズも上映されるんですけども、はい、今回はガメラの話もしていこうと思います。ガメラね、はい、僕はやっぱり当時、はい、東宝のゴジラシリーズというのはとにかくこう日比谷とか銀座の映画館で見るイメージ、はい、だけどガメラというのは例えば北千住だったり、はい、浅草だったり、はい、割とフラットなんですよ。もちろん銀座大映でガメラ対バイラスと妖怪百物語見たという、はい、自分 の記憶はあるんですけど、そういうことでなんかね身近なんですよねガメラってね。だから僕はやっぱりガメラ対ギャオスがすごく好きで、大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス1967年のシリーズ3作目になりますよね。あれがなんで好きなのかなと思うと、ギャオスというのは人を食べたり、うん、人の生き血が好きだっていう吸血鬼ヴァンパイアタイプの、はい、ね、あの妖怪大戦争のダイモンもそうだけど、結構その何ていうのかな、その辺のなんかこう設定っていうのは容赦がないじゃないですか。うん、あの目の前で記者のおじさんが食べられちゃうとかね、パクパクやってますよね、子供の前で食べちゃうとかね、それでガメラはあのギャオスは超音波メスというね、うん、すごい、まあ、あのピーッつって超音波で黄色いメスがあって、うん、光線じゃなくてメスなんだよねあれはね、うん、だからあの当時ほらあの手術とかで使うね超音波メスっていうのがあって、でそれがあのガメラがね、ガメラの腕とか体とか甲羅とか容赦なくこう刺さるんですよね、刺さるように、うん、で刺さっただけじゃなくて傷口がパカッと開いて血が出るんです、うん、緑色の血が、でそこにまだ幼児だった僕はガメラが生き物であるというふうなことを意識するのね、うん、あのゴジラが生き物であるとか、うん、キングギドラが生き物であるっていうふうにはもしかしたらそんなに思ってなかったのかもしれない。確かにそうですね、あのガメラがとにかく足に食いついて離さないと、うんうん、加えて離すなってね、歌詞で、ね、それで、どんどんあのね、明るくなっていくっていうところの中で自ら の足を切り落として、 それであの一人であの隠れているギャオスが耐えていると足がだんだん伸びてくるっていうね、あれもやっぱり生物感がありましたね。あの基本は用心棒の三船さんなんだけどね、あれはね座頭市とか用心棒で、うん、その満身創痍になったヒーロー、血だらけのヒーローが体を癒して、うん、それでもう一回最後の決戦に行くという、うん、マカロニウエスタンのある種の図式なんだけど、荒、うん、野の用心棒もそうじゃない、もちろん用心棒がベースだから、でもそれを怪獣でやってしまうこと、うん、そこから明確にガメラは言葉は発しないけど目線とか仕草とか行動で子どもの味方であるということを具体的に示してくれる、その見てる側が解釈するんじゃなくて描写としてきちっとあるから、そのキャラクターが立ってるんですよ、うん、ガメラの性格が分かる。あれで子どもが、うん、あの回転、実は普段はくるくるくる回転してんのに回転していないから平気だったっていうふうに子供が言うのでヒントを得て、うん、じゃあギャオスを回転させてよ、ギャオスの首は回らないからっていうね、あれいいですよね。だからその全部デザイン、うん、ギャオスのデザインとそれからそのいわゆる弱点とドラマ、それからそこ の、 あの回転レストランのね、うん、あの要するにあの回転する部分が全部有機的につながるから繋がってる。でもあんなところにあの怪獣が乗っかったら大変だよ、すぐ崩れちゃうんじゃないか、ビル乗っかったら壊れちゃうんだよ、子供心に思いましたけど。でもそこがいいのと、そのなんていうのかな、その瞬間にリアリズムじゃないよね、あのミニチュアがこうリアルにできてるとか何分の1スケールでっていうリアリズムじゃなくて物語の中のリアルさがあるから、うん、どんなに特撮が逆に言うとまあ稚拙って言い方おかしいけどちょっとチャチだなっていうところも全部クリアするぐらいに説得力があるんですよ。
だから全てのカットというのが全部そこに有機的に物語につながってるから気にならないっていうか、うん、特に僕ギャオスで言うとあの遊園地があって、うん、でそのあの子供をねあの、うんうんうん、あの下ろすとことかあるじゃない、あれ、あれの、あのなんていうのパノラマ感っていうのかな、ミニチュアセットの中の遊園地のいろんな乗り物があってガメラがやってきてみたいなことの空間作りの見事さというか、あそこに行きたいなと思うわけ、あ今でも。だから僕それは分かりますね。だからガメラタイギャオスを今 見ても本当に頑張れっていう声が出てくるのね、見てて心の中で。当時は子供の時は言ってましたね、映画館でも頑張れって言っちゃいますからね。でその頑張れって言ってもいいよって映画だったわけよ。発声上映とかそういうことじゃなくて、当時その特にバイラスの時の銀座ダイエーの子供たちの数ったらすごいわけですよ。大体2人の子供に1人の親だから、ね、ほとんど子供なわけよ、うん、それがみんなそのわーわー勝手に走り回ったりしてるけど、ガメラが出てきてバイラスと最後戦うところはそのギャグのとこも含めてね、もうギャグをちゃんと湯浅紀明監督やってくれるから、みんなその画面と同化してるのね、一体化してるの、あのライブライブ本当。でそれと妖怪百物語の2本立てっていうのは相当な僕の中の体験としてはね、やっぱりあのガメラの面白さと、うん、妖怪の持っているある種のまがまがしさ、うん、だけど怖いだけじゃなくてあのカラカサをね、あの襖の絵が動き出す、ルーキー新一さんのほっぺたペロッと舐める、うん、みたいなその面白い、うん、映画の演出が分かるわけです。ここは笑っていいとこなんだって子供が分かるね、うん、と同時にそのあの六六尾の毛利一行さんの六六尾の下りはね、置いてけぼりで釣った恋の血が取れない、奥さんが恋の血が取れないってなんだって、ゴミ龍太郎さんがなんだって言ってると台所にいるはずの奥さんの首が座敷まで伸びてくるっていうところは怖いでしょ、うん、あれ、うん、そうですね、あのだからそのなんだろう、うん、怖さと面白さを同居する、だから子供向けだからっていうリミットがないんですよ、うん、その怖いっていうことも含めての体験を用意してくれてるから、うん、その時の記憶が今でも残ってる。だからやっぱり妖怪とガメラ、大魔神とガメラの2本立てというのは、まあ、バルゴンとね、うん、最初の大魔神がね、日本最強ですよね、うんうん、議論の時は東海道お化け道中でね、うん、いうふうにあのジャイガーの時は透明剣士が、うん、なんかそういうふうに、ね、あの妖怪物と一緒で、うん、その抱き合わせも含めて何ていうかな、あの映画館から帰りたくないっていうかな、映画館から帰りたくないっていうのはいいですね、うん、ロビーカードがこういっぱい貼ってあってさ、人工着色のね、またね、あの東方のねスチールと比べても、うん、大英のスチールの人工着色度がねすごいよね、ちょっとね人工的すぎてね、またあれがまたいいんですよ、また怖いんだよね、見せ物小屋感があってね、その独特しさというかね、独特しあの特に妖怪物大魔神物のスチールはカラースチールはポジカラーポジよりもそのカラーの沈着の方をなんか図版で使いたくなる感じっていうかな、うん、なんか議論にね、うん、後ろからガメラがね、うん、切りつけられて血とかが書いてあるんですよね、うんうん、そうだから秀逸なんですよデザインも、うん、でガメラシリーズは東京撮影所で作って、で大魔神とか妖怪物は京都撮影所で作っててっていう、うん、そのスタジオの一つのカラーもきちっと僕らは理解できたのね、なんとなくね、その言われなくても、うん、だから後に鬼平犯科帳と必殺とか鬼平犯科帳ね、東映京都撮影所っていうのは東映のあの、東映じゃないや、あの大映京都撮影所と松竹京都撮影所っていうのは合流していくわけじゃない、うんうん、だから鬼平犯科帳の持ってるあのシックなビジュアルとその妖怪大戦争とかのビジュアルがつながるんだよね、うん、例えばあの門のセット一つでつながるとか、うん、具体的なことがあるんだけど、そのなんか伝統のうなぎ屋のタレみたいなものを今感じる、うん、だから役者さんのこともそうだし
なんかガメラ手術でもいいのは大村コンちゃんとか出てきて、ああそうですね、コン、ね、ちゃんって劇中で言われてて、コンちゃんもう人気のね、そうそう、あのおまわりさんだったりお父さんだったりするんだけど、そうですよね、で必ずあの外人の子供がね、うん、あの片言の日本語というかね、うん、カタカナ日本語喋るんだけど、うん、間があんまり良くないんだけど、その間の分尺取ってるからさ、うん、ガメラ対ジグラって実はすごく怪獣映画史上一番長いぐらいの95分ぐらいでしょ、うん、尺が。あれやっぱりあの怪人の子供たちのあの喋るテンポかななんて思ったですよね。あ、天さんに追っかけられるね、あれ怖い ね、あの天さんね、ところさ、ジグラ星人一人でさ、うん、地球侵略になってくれるしさ、うん、東京でマグニチュード8の地震がある、あるのにさ、大変な被害を起こしてる、鴨川シーワールドではさ、うん、天さんがやってきたりとか、いやでもなんだろう、最後まで面白かったね、ガメラシリーズって、ね、あとはやっぱりそのもう亡くなる直前まで、うん、ガメラシリーズを作り続けていたっていう、うん、そう、だから結局ガメラ、大怪獣ガメラ以降を1年に1本ずつきっちり守ってやり続けましたね。65年から71年までの、うん、あの時代の変化というのをきちっとフィルムで記録してるんですよね、うん、だから子供たちを巡る環境だとか、うん、から例えば怪獣が出てくる、出現する自然の問題とか、うん、公害の問題とか社会状況とか、その万博もそうじゃね、うん、ジャイガーの時は日本万国博覧会の会場に、うん、あのジャイガーのあの島から石像を持ってきちゃって、怒ってジャイガーが取りね、あの怒ってるというか、あのジャイガーも運んでくるんだもんね、あれね、うん、キングコングパターンだもんね、あれね、うん、すごい。でもあのジャイガーではあれが怖かったね、あの鼻で鼻を切ったら、うん、あ、そうそう、寄生虫が出てくる、あのジャイガーがゾウの、ね、ガメラの中に、ね、卵を産んじゃって、その中で卵が帰っちゃうっていうところで、それを、まあ、寄生虫だから駆除って言い方でいいね、駆除しに子供たちがあの万博に出品するコンちゃんが作ったミニミニ潜水艇で行くっていうミクロの試験が入ってるんだけど、ね、あれを説明するとこのゾウの鼻切ると寄生虫出てくるカットが怖かったね。そうそうそう、あれは実際のそういうフィルムをね借りてきて使ったっていうことなんです。そこがさ、やっぱりさっき言ったある種のリミットがない感じ、大英の持ってる油断のならない感じ、うん、そのリミット感がないってことは、子供向けですからベロベロバーとか、あの子供目線っていうことじゃなくて、ちゃんと子供が機能して、子供の意見をちゃんとそのなんていうかな、自衛隊とは言わないけどね、防衛チームが理解して取り入れたり、博士が妙に納得したりってことを見れる。なんかあの瞬間って見てて鼻が高かったじゃない、子供の時。いや、でも究極やっぱりバイラスで子供2人のために人類が降伏するっていうね、あれね、とこですね、うん、あれはある種 の戦後の本当に、あの僕はでもあそこすごく好きですけどね、うん、俺子供の時に小学校4年生ぐらいの時なんかテレビで見た時に、まあ、ありえないだろうと思うわけですよ、いくら自分が子供でもね、うん、でもね、あれは何かね、気持ちいいんですよ。だから映画による理想の具現化でねフランス・キャプラの映画みたいに理想の具現化としてきちっとやって、それをあの本郷浩二郎さんとかセリフで言うじゃない、きちっとそのね、でそれをまた子供たちが知恵を聞かせてやるっていうのと、それからやっぱりバイラスが怪獣なんだけど怪獣じゃないじゃない、うん、どっちかというとアベンジャーズのサノスみたいな、うん、あれは結構ださっきおっしゃった油断のならない感じっていうことで言うと、スパ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 ッとね首を切っていって、でかわいそうな怪獣なのかと思ってたらね、うん、宇宙人取られてる、とらわれの身に見せといてね、ああいうとこもいいですよね。あとはやっぱりシルエットのね、うん、ところの怖さっていうかね、だから、うん、予算との戦いをね、岩佐監督もおっしゃってたけど、予算との戦いの中からアイデア勝負で次々とやりながら、うん、それがきちっとエンドユーザーである子供たちに伝わってた、うん、ね、から大英怪獣の良さというのはあのシャープなライン、うん、デザインが一貫してるじゃない、痛そうなね、うん、尖ってたりとか、うん、バイラスもそうだけど、もう議論の極みじゃないですか、まあ、議論包丁ですから、ね、議論はすごいですね包丁だし、こっからあの手裏剣が出ちゃいますから、うん、痛いものばっかり出てくる、シャッターが開くと議論がそのまま出てくるんですよね、すごい。あと僕はあの伝送人間なんかでは、うん、あれだけ苦労して伝送してたのが、うんうん、
ね、議論のあの星ではすごくこうあの子供がちゃっちゃちゃっちゃって連想されて、ああいうところとかすごく好きですけどね。面白いね。あの、うん、テンポがいいのと、うん、それからわざわざその特撮でもね、あの当時メキシコオリンピックの時だから、あのウルトラシーじゃないけど、あのガメラが鉄棒をやったりするそうです、ね、ああいうそのなんていうのギャグにな、ギャグじゃなくてああいうものも僕ら受け入れてたのね、普通に。だからあの、うん、要するにジグラが被弾になってたらなんかちょっとピアノみたいに、うん、そうそう弾いてみたりね、そうそうそうマリンバみたいにこうね、そう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 そあの木下忠司先生もやってたけど、菊池さんになってからぐっと身近な感じのね劇版が、うん、大映だけど東映館ってまだ、ね、でその頃は東映の特撮ヒーローものとかの音楽っていうイメージの前だけど、うん、なんかその親しみやすさみたいな、うん、あのね、議論の最初のオープニングとか、うん、音楽のね不気味感がいいね、これあるし、うん、ただやっぱりバイラス以降一貫してカメラマーチがね、うん、主題歌だっていうのはまたいいですよね。いいですね。ガメラマーチは、うん、まあ、本当に僕はもう名曲中の名曲、植木さんの無責任一大男、加山雄三さんの、日本一の若大将、そしてガメラマーチっていうのは、うん、日本映画の三大名曲ですからね。しかもあれはあのその当時まだガメラマーチがなかった映画であるバルゴン、うん、そう、そしてギャウスのことも、うん、歌われているんですよね。 そして3番が今回のバイラスということで、バイラス以降が、ね、あれがまたあのガメラマーチが映画館で盛り上がった、盛り上がった、本当にもうだからその体験というのはやっぱり自分の映画体験の入り口だし、それがまたスクリーンで見れる面白さだし、海外版というのはもちろん向こうのビデオとかね、アメリカ放送したものの録画とかで見てますけど、スクリーンで見るの初めてだから、うん、ね、カメラ対バイラス海外版みたいな、これバイラスも結構テレビで見てたから、あの長いバージョンで子供が、子供のナレーションでね、過去のガメラの戦いを振り返る、うん、そうするとあの怪獣品質機になっていって、でガメラがその中で頂点に、うん、達してるみたいな、そういう認識が出てくるじゃないですか。あ、そうだったんだとか思いましたよね。怪獣チャンピオンね。そう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 。トーナメントでやっぱさ、そうそうそう。あれ、だからそのイベント感ってあってね。だから要するに V.S. ものっていうのは本当にあのタイトルマッチが毎回タイトルマッチなわけですか。バルゴンと戦い、ギャオスと戦い、バイラスと戦いね。議論と戦う。で、あのビデオとかない時代だったから、ガメラって2作目以降全てに 前作までの画面、うん、場面フッテージが出てくる、インサートが出てきて、それが気持ちいいんですよ。あ、サービスっていうかね、うん、なんていうか、うん、それはあのなんだろう、また名場面かよじゃなくて満を持してみたい、うん、だからその発想で作られたのが宇宙怪獣ガメラだからね。あ、究極それだけで映画1本作っちゃったよね。それがメインになってる映画なわけですから ね、うん、ね、でもそれでも宇宙怪獣ガメラは今もう一回デジタルで綺麗な画面で見るとガメラシリーズのダイジェストとして楽しめるんですよ。ザッツエンターテインメントですよ、だから、うん、ね、なんかそういうんでやっぱりこの夏はみんな劇場でね、はい、みんなガメラを応援しましょう。そうですね、トム君やジム君と一緒に。そうですね、ね、応援しましょう、はい、まあ、そういうわけで、そして大魔神もね、はい、妖怪大戦争ガーディアンズでよみがえるということで、はい、それも楽しみでございます、はい、はい、ありがとうございます、はい。